どうも孤独です。どうもどうもありがとうございます。今日はですね、3月の10日といってもね、この動画配信する頃はもう4月の上旬から中旬ぐらいかなになってると思うんですけども、まあ春の準備ですよね。春の準備、今朝ほどもね、あのバイクのバッテリー買いましたよ、アマゾンでね。あとはね、着るもの衣替えという感じなんでしょうけども、僕の場合全部サイズダウンしてるからね、もう買い替え、全てがほぼ買い替えですよ。昨日もね、あの縄跳びしててね、もうパンツがずり落ちてくんの、下着の方のパンツがね。あ、これダメだと思ってさ、さすがにもうパンツまで買い替えなきゃダメかなっていうくらい、もうブカブカですよ。それで今僕は前ちょっと行こうと思って、あのお店が休みだったうどん屋さんね、鷹の橋っていうところに向かってるところですよ。前回あの鷹の橋さんが休みで、その後栗林っていうラーメン屋さんに行ってね、あの美味しかったんですけども、でその動画出した時にやっぱり、いやー、そこのうどん屋さんめちゃくちゃうまかったのにっていうコメント来ましたよ。いや、それ見るとさ、行かないわけにいかないですよ。もう今日はもうだからすっかりうどんの腹あんばいになってましたからね。いや、今日ね、あったかいんだな。あの日中9度ぐらいになる、こういう陽気になるとね、あ、そろそろ今年バッケをね、どこで取ろうかなっていうような感じですよ。やっぱ沢沿いがいいですよね。沢沿い、南斜面の沢沿いを、まあ、ちょっと狙ってね、いつも撮ってるとこは頭にあるんですけども、やっぱり新規開拓もしたいから、バッケを取ってね、バッケ味噌を作って、春の、まあ、装いっていうのかな、感じでね、思ってましたよ。お店はね、間もなくです、間もなく。大きなうどんっていう看板があるんですよね。まさかここが本当に美味しいっていうのはね、つい知らず、いつもこの道を前までね、素通りをしてましたけども、あれ？これ休みですよ。休み。今日も。なんかあったんじゃないの？前もだし。ああ。基本的に木曜日、休みだよ、今日。今日木曜日なのさ。いや、参っちゃったね、待って。しょうがない。さっきね、ラーメン屋あったよ。何度か、大将、ラーメン大将だったかな。もうそこにします、そこに。今日、うどんの腹だったのさ。なかなか岩手ってうどん屋さん多いようでって多くないんだよ。少ないからさ、チェーン店とかで食べる気ないしね。いやー、やられたね。ちょっと僕と相性が合わないんじゃないか、タコの橋さん。どうなのかね。ラーメン大将、過ぎるとこだった。ここね。ここ、ラーメン大将。逆から来るのを目指すんだけど、今の通り来ると、あれ？通り過ぎちゃうね。じゃあ、ラーメン大将で食べていきましょう。僕が頼んだのが豆そばでございます。納豆の入ったラーメンのことね。おっと、これは麻婆ラーメンも彷彿とさせるお味。納豆とスープがよく馴染んでいるのがいいですね。今日はうどんの腹でしたが、
もうすっかりラーメンの花に切り替わりました。この納豆ラーメンとの運命的な出会いに感謝であります。考えてみましたら、最近納豆を食べていなかった自分に足りていない栄養素を取り入れるように導かれたのでありましょうか。いいですね。いいですよね。野菜と豆がたっぷりの豆そば、体の芯から元気が湧いてくるようであります。中年のおっさんにはありがたい一品ではないでしょうか。納豆ラーメンはボリュームが多い。まだ中盤戦に差し掛かるにはもう少し時間がかかります。映像ではちと分かりづらいかもしれませんが、豆腐も入ったラーメン、大豆の栄養たっぷりでございます。大豆にはタンパク質が多く含まれ、血中コレステロールの低下作用、肥満の改善効果などがあるというではありませんか。僕はピーク時よりおよそ22キロ体重が減りましたが、それでも内臓脂肪をなかなか減らすことができません。積極的に大豆の含まれた食生活をして、体の内の内側からもスリムな体型になりたいものであります。20代前半の頃のような引き締まったウエストを手に入れたいものであります。あの頃のような青春を取り戻したいものであります。納豆ラーメンはあと細々とした豆を残すのみとなりました。穴の開いたレンゲが役立ちます。ボリュームのあるラーメンでしたので、スープをすべて飲み干すことができません。最後の最後まで残った食材を穴の開いたレンゲですくうのであります。これが孤独の流儀なのであります。